皆さんこんにちは。メルテックス静岡背番号1番大石慎之助とベンクレーウェー新刊2023です。今回なんでベルティが来てくれたかというと、何ですかベルティ？え、しんのすけ知らないの？わかんないな。マスコットと言ったらあれじゃん。何？マスコットオブザイヤー2023。今回も出場するんですか？勝ちに行きます。11、惜しくもトップ10にならず。本当にみんなさんありがとうございました。さあ今回は何狙ってるんですか？トップ10、1位狙います。じゃあ1位狙うためにはどうしたらいいかな？みんなの清く1票が必要なんだよ。昨日唐揚げ弁当食べてまだ残ってる。投票期間知ってるか、しんのすけ？全然わかんない。いつから？3月27日月曜日だ。あ、23時59分59秒までだよ。わかるか、しんのすけ？ちょっと計算できないわ。約1週間かな。どれくらい？3週間だよ。何を言っているんだ。投票方法を知っているか、しんのすけ？ Twitter ぐらいしかわからないな。去年結構 SNS 頑張ったと思うんだよね。東京部ミラン。何も入っていない。方法は3つあるんだよ。一つ目、何だと思う？ツイッター。正解。欲しいのそれ2番だったんだよな。二つ目は何だったんだ一体？じゃあ二つ目なんだ？どこ見ているんだ？そっちはおとついだな。あ、ラインだ。正解。それが一番に欲しかったんだよ。ね、B リーグのラインがあるの知ってる？しっかり友達にはなっているのか。あ、そうだね。幼稚園の時もね、見に行くのがいいんでね。俺結構貢献したもん。じゃあ、あと1個。もう1個。なんかあるかな。ちょっと言ってみてよ、ベル。もう1個。BD、アプリピースマチケ、毎回1回できます。めちゃくちゃいい声出してるよ、キリンです。ちょっと今のキリンはわからない。わかる。以上の方法で3回できるんだけど、課金してくれてもいいんだぜ。皆さんにお願いして、うん、期間中に1回1日何回できるかな。これでもとい正解だ。よくできた、しんのすけ。去年は何票か忘れちゃったけど、確か8000ちょっと入ってたな。これはちょっと下にアンダーで出してもらおうかな。去年は653票差でトップ10入りできなかったんだ、しんのすけ。いやー、どうしようか。もっとお願いした方がいいね、ベルティが。ベルティのは去年の投票、ウェブ投票があったんだけど、今年はないんだ。ないんだ。ないから、だからもっとみんなに投票してもらわなきゃダメってこと。そういうことだ。そういうことでしょ。投票でアプリを使うんだけど、B3 では使いこなせない人が多いんだ。ピンチです。どうも。でももう B リーグバレンタインの時にみんなインストールしてると思うんだよね。だから大丈夫じゃない？今回はベルティの携帯も欲しいな、しんのすけ。買ってる。
楽天モバイル。でもみんなの力を信じています。しんのすけも一緒になって応援してくれよ。もちろん去年みたいにいっぱいやるからね、選手にもやってもらおう。トップ10入りしたらどうする？どうする？入ったら？入らなかったら？入ったらはいいな。ちょっといいなと思うのは、僕の友達のジャンボはもう殿堂入りしているんだよ。またコラボしたいな。あいいね。次はサンディでもいいな。確かにサンディ踊れるし、ベルティはなんかできるじゃん。俺じゃないよ、僕。できるかな、踊れるか、あんなに軽快に。コラボは一つだ。しんのすけはどうぞ。どうぞ。俺が出す。なんかこうファンの人が喜ぶようなこと。喜ぶようだね。そうだな。まあ、ベルティーグッズ作るけどさ、何がいいか。なんか。あ、そうだ。リアルお芋クラブ作る。それいいじゃん。もっと聞かせて。会員になったら、なんかベルティと、いっぱい交流できるみたいなね。いいじゃん。会場だけじゃなくて。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。どういいかな。大変よくできました。やっぱ分かってんな、しんのすけ。いけるかな。これはいいよ。ベルティって交流イベントなんでどうかな。そう、それいい。需要あるかな。ありそうだよね。すごい人気出ると思う。そん時はしんのすけも参加だよね。お、任せます。いくよ。ということで、しんのすけちょっと最後まとめてくれ。まず3つ投票があるよね。 LINE、B リーグスマホ、これ3つ正解。3月27日の月曜日なので、みんなたくさんの投票をよろしくお願いします。お願いします。ということで、ベルティちゃんと、はい、最後皆さんにお願いをしてさよならしましょう。ベルティの好きな皆さん、ベルティが1位になるために、ベルティのベルやっぱダンスできないかもしれないな。お腹すいた、しんのすけ、ご飯食べに行こう。